ビー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 。ちょっと待ってね。よっこいしょ。よっこいしょしょしょ。わしの。あれ。これツイキャス始まってない。始まってる？始まってんね。よかった。はーい。これツイートどうやってすんの？ちょっと待って。ツイートどうやってすんの？あ、普通にツイートされてるじゃん。なんもこれ、わからんわ。につぶやかれてない。つぶやかれている？つぶやかれてる？ハイテクだからね。あ、ちょっと待って、コンティニューコインありがとうね。ありがとうね。始まった。これだけ言えばいいか。お絵かき配信、そう、お絵かき配信する。万能のグッズ用のお絵かき。目つきすぎですか。これ一生懸命調べてた。で、指で描くよ。指で描く。そう、私が今ちょっと遅れた理由、ペンタブを探してた。消えたよ。ペンタブどこ行ったの？私が、あった！え、待って、あった。生きてるかな？死んでるかもしれない。電池ないよね、普通に考えたら。ペンタブが死んでる。私に、私にペンタブの充電器。まあいいや、もう指で書こう。指で書いていこう。ね、コメントさ、あれで読めるわ。あれで読める。あれで読めるわ。普通に。この携帯の方で読めるわ。そして KK ボックスで曲流そう。今日は夜を感じさせるセットリストにしようかな。あ、グミさんの曲、グミさんの曲流そう。とりあえず、えい、消しゴム、ちっちゃくない？デンさんの EP の中でこれが一番好みだった。特に好き。こんばんは。iPad だ。これ iPad だよ。今絵描いてる iPad。でね、今回はね、神様がテーマだから、そういう感じで生きていこうかなと思って。でかい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 。ちょっと待って、ブラシ。どうしようかな。考えてはいたんだけど。指難しくない？いや、指難しいよ。指難しい。ハートだけが、ハートだけ描きたいのに。ハートがまずむずい。いや、悩みどこだな。どうしようかな。こうしよう。違うな。あと難しいよ。ハートってこんなに難しかったっけ？なんかさ。
可愛いんじゃない、可愛いんではないか。桜の花びらみたいだね。そう、桜の花びらみたい。そう、あのペンタブがちょっと元気なくってね、元気なくってて電池切れてて、こんばんはこんばんはこんばんは。何考えたんだっけ。あ、こっちはミュー、あ、このこれをミュートしたいんだけど、どうしたらいいんだ。ツイキャスはミュートしたい。ダメだ、ちょっと声が聞こえるけど気にしないで生きてこ。で、みさこはうさぎが好き。これ当たりとかを書けばいいんだよね、きっと。書いていこう。まあちょっとだけ変えようかな。ここにしようかな。うさぎっぽくはないかもしれない。ああ一瞬誰か通っちゃったよいしょ。私に咳払いが入るな。丸って難しくない？この世には難しいものばかりだよ。なんか、ね、雑に書いてる時の方がうまいんだけど。助けてよ。諦めて丁寧に書くか。ちょっと待って、偽物でいいからペンが欲しい。ない。ちょっと探し求めてくるわ。よいしょ。私自分の部屋の電気つけっぱなしじゃん。ペンタブの充電器が今さらって、もう今から充電したところできっとダメだろうと。よいしょ、これで私は最強になれるはず。あ、ごめん、パッとびっくりした。2つにいないと思ってた猫がいた。びっくりした、びっくりした。猫を毎回気づかずにこたつにいるときに足でふんわり蹴っちゃうんだよね。激しくは蹴ってないけど、猫いるななんて。これでする。あ、なになに、なによ、知ってるわよ、ペンシル使ってないわよ。なんか下手じゃない、どうしたらいいの、下手じゃない。最初に書いたこのさ、下書きが一番うまくいってる。ここら辺がさ、一回ちょっと忘れて、ちょっと形を変えてみようかな。
とんがり見すぎたな。むずい。誰かがインスタライブ始めた。あんま可愛くないな。もうちょいデフォルメしたみたいか。困り眉へのこだわり、うまくいかない。どうせなくなる。もう1本ぐらい引き出してみようかな。ちょっとこれで可愛いんじゃないでしょうか。とりあえず戻り、もう2枚ぐらい描こうかな。可愛い、これ可愛い、可愛い、可愛い。もうちょっと記号的な感じのやつを描いてみようかな。ちょっとね、ハンドフリー感があっても可愛いよね。わざとありますよって顔してれば。ピテキなんだよな。間にもう一個か。ハート押し。やっぱ神って言ったら慈愛だから。ちょっと待って、あれするね、あれしますね、曲流しますね。何考えてたんだっけな。お、むなしいたけ。この曲ほどベースがセクシーな曲聴いたことないんです。セクシーさってさ、好きだよね。可愛いんじゃないですかね。あ、この十字架ちょっとなんかでももうちょい味付けしたいな。
やばい、スペースが足りない。まあ、これこのまんまこう収まるわけじゃないですから、きっとうまいことデザインはしてくれるでしょう。出来上がり。ほっ、12時過ぎた。次何にしようかな。はい、明日仕事頑張ってね。消す大きさの範囲変えられるよ。大きい方が楽だから大きいままやってる。このままで使うけど、その端っこがあのギリギリとかは関係ないねっていう話。もう一個何にしようかな。何がいいかな。やっぱ音楽ってぽい感じにしようかな。おお、間違えた。難しい。うん、どうしようかな。どうしようかな。コロナさ、クドカンさん大変だね。大変っていうか、クドカンさんというかね、難しいな意外と。どうしようかな。はい、ここで。閉めるっていうシステム。難しいな。強弱が。うまいことつけられん。ペンタブが欲しい。すまんね、今日はコメントとか読めなくて。この後やるとしたら読めると思うんだけど、やるとしたらな。で、このペースならやるな。羽ってもうちょい羽っぽくしたいな。あ、かわいいかわいい。あれにしたいんだよね。
あいつ。太いんだよな、明らかに線が。なんか生き物みたいで気持ち悪い気もしてきた。なんかそういうモンスターみたいに見えてきた。サモトラケの日記、ドラマの撮影にも支障出てるらしい。いやそりゃそうだよね、そう有名人増えてきたね。私さ、あのクドカンさんがいる大人計画劇団がすごい好きで、すごい好きでね、大親友の結婚式とその大人計画で、人生の中でこれ生きてる間に見たかったなっていう公演があって、まああの大人計画のその全身劇団みたいなの で福助っていう作品だったんだけど、その福助を人生のうちで見たかったな、リアルタイムでと思ってたやつが、まさかの大人計画で再演になった時に、その大親友の結婚式と大人計画の福助の再演の時だけ、お願いだから休みをこの日だけ取らせてほしいとお願いしたんだ。それ以外は休みにこだわらず生きてきた。気持ち悪いな、やめよう、ちょっとやめよう、やめよう、なんかそういう生物みたいになって、怖い、怖いよ。音符自体やめようか悩んで、なんかそういう生物みたい、そういう生物みたい、大丈夫かな、いっそ鳥にしてみる。いや鳥概念すぎるな。そしたら天使の方がいいか。あーどうしようかな、どうしようかな。どうしようかな、どうしようかな。何がいいかな、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 どうしようかな。あ、てかキラキラにすればいいか。キラキラが詰まってるよ、音楽に。僕に触れない。あ、あ。なんか違うな。なんかバランスだな。バランスの問題だ。普通に一発でいいか。こういうネックレスの柄あるよね。
然いらないな。うまいこといかないな。線の太さ変えてないけど、この羽をちっちゃくしちゃったから太さが合わないけど、詳しくはデザイナーさんにこれをお任せしよう。愛して愛してダーリン、もう一匹ぐらいだったら許されるんじゃねえかな。でデレレ間違えた。デレレレレレレレデレレデレレデレレレレレレデレレデレレレレレレレ、あー。こんなもんかな。ファー、斜線入れたいな。違うな。全部下手。これで遠巻きに見てみたいな。可愛いんじゃないですか。なんでこの子だけ回転しちゃったんだ。なんで二人いじなくていい。いやー、いい落ちサビ、いい落ちサビなんだよ、いい落ちサビなんだよ。よし、これでできた。今日の仕事終わり。よいしょ。